ございます。今は朝の8時です。今日はやることが溜まってるので早くから新宿店来ました。今日の予定はあとは、中野です。物件を見、はい、今は買取の査定をしてます。これはいいや、ステンドグラスのこれはいい。リーディング、これも可愛いな。なかなかすごくいいトラクション。このカラーリングは最高ですね。これめっちゃいいな。これもかっこいい。めっちゃかっこいいです。これ本日は中野ブロードウェイです。今日は中野のブロードウェイです。中野ブロードウェイ、この占い屋さんがめっちゃ多いっす。ゴジラスマーク2限定だって45万ですよこれ。うわ、全然この価値わかんない。トランスフォーマー2万4000円買い物がいっぱいいるな。クニョコに3万7千円、チェゲバラ5万7千円。やばいっすねこれ。何なんでしょうね。北斗の拳4万2千円。金消しだ。1500円。あ、金消しじゃない、眼消しですねこれね。眼消し。あ、村上さんのカフェ。なんかここだけ違いますね。うわー、いい植物があるわ。めっちゃいい植物あるねこれ。やばいですねこれ。9万20万。うわー、でも安い。2500円。だらけのオフィスです。やべ、すげえ。はあ、このギャップが魂みたい。はあ、すごいボールームよくないですか。もうまず映画ファンなんです。映画ファンなんですよ中野。いやこの街すごいいいな。ちょっと新しく萌え萌えプンプンメガネというメガネを作ることにしました。ほんとこの街いいですね。まあこれから香港、ジャカルタ、中野、銀座、新宿とありますけども、しっかりといろいろとものにしたいと思います。